こんにちは、ミニマリストのぞみです。このチャンネルではミニマリスト歴7年の私が物や家事を最低限にして自由に使える時間を最大化するコツを発信しています。今日は贈り物に関して私が大切にしている考え方3つと私が選ぶ贈り物4選についてお話ししていきたいと思います。よろしくお願いします。よくインスタグラムなどで贈り物やいただき物はどういったものを選んでますかという質問をいただくので、今回私が大切にしている考えと実際に選んでいるものを紹介していきます。撮影しているのが3月末なんですが、今お祝いの時期なのでそういった時期的にも参考にできる点があればと思いお話ししていきたいと思います。私は普段から形式ばった年賀状やお中元、お歳暮、あと旅行のお土産といったものは全くやっていません。当たり前に行っているけれど義務的なプレゼントって結構多いなと思ってるんですが、義務であげるプレゼントは相手にもちょっと失礼なんじゃないかなと思っています。私が義務的なプレゼントの他にやらないことについては過去に動画でお話もしているので、よろしければご覧いただけたらと思います。でちょっと話を戻して、ただもちろん贈り物自体は否定的ではないので、自分が心からお祝いしたい時とかあげたいなと思った時には贈るっていうふうにしています。例えば少し前まで私の周りは出産ラッシュだったんですが、本当に仲の良い友達の出産はお祝いしたかったのでプレゼントを贈っていました。そんな中で贈り物に関して私が大切にしている考え方は3点あります。1点目は本人に直接聞くということです。比較的仲が良い関係であればそれが一番いいかなと思っています。自分も悩む時間が省けますし、相手も必ず欲しいものを答えてもらえるので喜んでくれます。最近だと私の友人の出産祝いは仲のいい人にしかあげなかったので必ず欲しいものを聞くようにしていました。よくもらう側の方で趣味でないものをもらって困ってしまうという声もフォロワーさんからいただくので、やっぱり相手に余計な手間を考えさせないためにも欲しいと思っているものをプレゼントできるのが一番いいのかなと思っています。贈り物で大切にしている考え方2点目は消え物にするということです。食べたり使ったりして消費してなくなるものですね。もちろん消え物でないものの中でもらって嬉しいものもあったので完全に否定するわけではないんですが、やっぱり相手に物の管理の手間を増やしてしまうかなと思うので私は消え物を優先しています。ただちょっと注意点があるなと思っていて、食べ物やお菓子であれば比較的すぐ消費してもらえるかなと思うんですが、調味料、ドレッシングとか油とか、あと洗剤、タオル、コスメ用品といったものは少し注意が必要かなと思っています。これらは比較的好みのものとか、あと自分ですでに定番品が決まっていてちょっといつもと違うものをもらうと困ってしまうという方もいらっしゃるのかなと思っているので、その人の好みを完全に把握しているのであればありかなというふうに私は思っています。なのでもしかしたら好き嫌いとかもねあるかもしれないんですが、消え物の中でもね食べ物やお菓子を選ぶっていうふうにしています。贈り物で大切にしている考え方3点目は定番を決めるということです。自分の中で例えば手土産であればこれ、お祝いであればこれというふうに一つ決めておくことですね。毎回相手に合わせて選ぶ時間と手間がちょっと私はもったいないなと思ってしまうのでそうしています。贈り物はそのものではなくて、何か目的があって贈りたいというその気持ちが一番大事だと思っています。なのでパターン別にある程度贈るものを決めておくと選ぶ手間や時間を省くことができます。で、大切にしていることの番外編という感じなんですけど、プレゼント自体ですね、よくお返しが来ることが多いと思うんですけど、半返しみたいな感じで、本当はそのあげる側はその人にあげたくてあげてるんだからプレゼントのお返しはいらないんじゃないかなと思ってるんですね。お祝いを贈ることがそのお返しを求めてるみたいで、相手に手間をかけてしまっているんじゃないかなと思っています。でお返しはいらないっていうふうに言っても大体返ってくるなと思っていて、
昔からの風習とか、あとまあ企業のね、そういう策略ではないですけど、そういうのがあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、お互いお祝いしたいと思った時に送って終わりっていうのがいいなと思っています。まあ、でも今の風習ではお返しをしないと礼儀正しくないとか、そういうふうに思われるかもしれないっていうのがあるんで、なかなか難しいかなと思うんですけれども、私としては半返しとかそういう風潮はね、なくなってもいいんじゃないかなと思っています。はい、続きまして、私がおすすめする贈り物、自分でもこの中から選ぶようにしているというものを紹介します。今回紹介するものに関しては概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はそちらからご覧いただけたらと思います。一つ目は食べ物で、スープストックの冷凍品がもらってすごく嬉しかったものになっています。こちら出産祝いでもらったことがあるんですが、もう冷凍して届くんですけれども、好きな時に温めるだけで食べられるっていう、本当にすごく良いものでした。出産祝いでもらったってさっき言ったんですが、新生児との生活が始まって料理する気力も起きない中で、食べたい時にすぐ食べられるっていうのがありがたかったなと思っています。これで時間のゆとりも生まれましたし、疲れているだろうからと気遣っている気持ちがよく分かったので、心遣いが感じられたものでもありました。またやっぱり味もすごく美味しくて、野菜が多くて健康的だなと思うので、心だけではなくて体も気遣ってくれてるんだなと嬉しくなりました。続いて私が手土産でよく選ぶものは、資生堂パーラーのクッキーですね。こちら見た目が綺麗な上に、味ももちろん定番品で美味しいんですね。で、個包装になっているのもポイントになってくるかと思っています。実際買うときは相手の家とかに訪問する数日前にAmazonで購入して、当日持っていくっていう風にしています。こちらはラッピングもされていて、Amazonで購入するときに手提げ袋も付けられる点もすごくいいなと思って選んでいるポイントになっています。はい、続いては体験のギフトですね。こちらもすごくいいなと思っていて、ソーエクスペリエンスっていうものになっています。こちらはあまり自分ではやらないような体験をプレゼントすることができます。カタログを送るんですけれども、もらった側はもらったカタログの中から自分がやりたいことを選んで体験したり、行きたいお店に行ったりということができる形になっています。私はこちらを結婚祝いでもらったことがあって、本当はその時バンジージャンプやってみたかったんですが、夫がちょっと嫌がってしまったので、その時は前々から、そちらもやってみたかったパラグライダーの体験を初めてやってみたんですが、すごく良くて、やっぱり思い出に残っています。やっぱ物より体験の方が自分の心にも残っているのでいいのかなと思っています。あとは同じ感じで、弟からレストランへ行く体験もプレゼントしてもらえたことがあります。なかなかやっぱり普段自分では行けないようなお店に行けて、そういうのがすごく良かったですね。自分で選ぶところだと選択肢が限られてしまうので、美味しいお店を開拓できたのがすごく良かったです。最後に私がおすすめするギフトサービスが、ソーシャルギフトである LINE ギフトですね。こちら本当に私がよく使うサービスになっています。どういうものかというと、ちょっと下の方に載せとくんですが、こんな感じでスマホ上でかなり種類豊富なギフトの中から自分が送りたいもののリンクを相手に LINE で送って、相手がそのものを受け取るという形になっています。そのリンク内で相手が住所を入力することになるんですね。なので相手の住所を自分が教えてもらわなくても、ギフトを送れるということになります。もしかしたら相手が住所を教えたくない場合もあるかもしれないので、ちょっとこっちもね、プレゼント送りたいから住所教えてって言いづらい時もあるかなと私は思ってるんですが、そういう場合かなり使いやすいなと思っています。またこちらは Amazon ギフト券も送ることができています。Amazon ギフト券本体は E メールでも送ることができますが、今時あまり相手のメールアドレスを知らないこともあり、住所と同じく教えてもらうという手間が発生してしまいます。 LINE さえ知っていれば LINE ギフト内で送ることができるのでいいなと思っています。で、ちなみにですが、先ほど話したソーエクスペリエンスもソーシャルギフトに対応しています。最後に一見喜ばれそうなギフトカードの注意点についてお話しします。
私は以前出産祝いで西松屋のギフトカードをいただいたことがあります。子供服とか子供用品が売ってるお店ですね。もらった当初は自分の好きなものをその店舗内で選べるのでいいなと思ってたんですが、いざ使おうとした時に近くに店舗が全然なかったので、なかなか使う機会がなかったんですね。ただ、お祝いでいただいた額だったので使わないともったいないなと思ったので、最寄りの店舗まで電車で30分以上かけて行って、その日中に買いたいものをすべて買って使い切ったという形になっています。今はわからないんですが、1年前くらいまでは西松屋のネットショッピングで使えるカードではなかったんですね。なのでネットショッピングで使えるものならば場所を選ばないのでいいかと思いますが、実店舗に行かないと消費できないというカードの場合は、相手にもしかしたら負担をかけてしまう可能性もあるので、少し注意が必要かなと思っています。はい、ということで今日は贈り物についてお話ししていきました。少しでも参考になる点がありましたら嬉しいです。次回も私たち家族が最低限のもので暮らしているメリットや方法をお伝えしていきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。